ユーンでは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州ゲッティンゲン軍に属す町村、マチソンでザムトゲマインでドランスフェルトを構成する、マチソンの一つである。この町には、ユーンデとバルリス線の二つの地区からなる。ユーンでは、ゲッティンゲンの南西約1 3トルハンミュンデンの北東1 3ルフホーアーハーゲンの麓に位置している。ユーンでは、960年に、 夫を一世によって初めて文献に記録された。民伝からゲッティン,ンに至る軍事道路沿いには当時すでに騎士の城が建造されていた。1484年にゲッティン,ン住民は商人を待ち伏せしては襲っていた尺の種のこの盗賊騎士の城を占領した。この城は30年戦争で消失した。1664年に グローテ男爵夫がこの地を譲り受け、城を再建した。彼は、ハノーファー公に先帝公くらいをもたらした重要な人物であった。グローテ家のもう一人の最初が、グローテ男爵夫をウルリヒである。彼は、他の全ドイツ国民と同様に、ナポレオンの支配下で苦しんでいた。1802年に彼は、ハノーファー宮廷を罷免されて、ユンデに隠居し、 1805年までにこの村に初期ロマネスク様式の公園を設けた。ハノーファー・ビュルツブルグ高速鉄道が通っており、町の南部にはユーンデ大比駅とマッケンドートトンネルがある。ユーンデはドイツで最初のバイオエネルギー村である。これはゲッティンゲン大学の持続的発展に関する学祭センターのプロジェクトによって実現した。ユーンデの町当局は 町内のエネルギー需要のすべてを再生可能エネルギーで賄うことを目標としており、長年に及ぶ準備期間の後、住民の広範囲にわたる協力のもと2005年の冬にエネルギー転換に成功した。エネルギーの大部分は周辺の工作地や水費からのバイオマースによっている。この施設では1日あたり約32トンの発行資料と29、 立方メートルの水越えが用いられている。発生したバイオガスはコジェネレーションに供される。得られた電力は街の電力網で熱は地中の均衡温熱網を介して確固に供給される。しかし冬になると温熱網で結ばれた家庭に必要な熱を無制限に送ることが必ずしもできるわけではない。そこで緊急の場合には 周辺から供給される木材と、均衡温熱システムの水で熱を発生される、木片温熱施設を補助的に用い、括弧に熱を供給している。遊運では、1年あたり400万キロワットアワーと、自ら消費する量の2倍の電力を生産している。この電力は、1kmh あたり17セントで、電力網に販売される。これにより、 この施設は年間60万ユーロ以上の収入を得ている。また、遊ンでの平均的な家庭の高熱費は従来に比べ年間約750ユーロ節約できている。遊ンではそのエネルギー需要を完全に再生可能エネルギーで賄っているドイツ最小の町である。これにより遊ンではドイツ国内のみならず世界的に有名である。例えば、 アメリカ合衆国や日本からの見学者が、この最初のバイオエネルギー村を研究するために訪れている。この町のバイオガス施設は、共同組合を組織している。遊運では、上官の施設によって特徴を付けられている。この他に17世紀から19世紀に建造された、多くは、装飾豊かな木組建築が数棟残されており、町の景観を形作っている。 プロテスタントイコールルター派の聖マルティ二教区教会は1271年に初めて文献に記録されているが現在の姿になったのはむね16世紀末のことであった。斎藤は石灰岩の荒石からなる正方形の断面の基礎構造と木組建築の上部構造を有しておりスレート吹きのボンネット型屋根に明かり取りの小灯が載っている。 この塔と同じ幅で、やはり石灰岩の荒石で作られた、長方形の境界道は簡素な内装が保たれている。石橋段月祭壇は18世紀末のものである。集落の中心部から少しだけ高い塔によって、この境界は、集落の通りの風景を決定づけている。エーデンハイン集落の北側の高台に、第一次世界大戦の戦没者を記念する場所として1920年に、 エーレンハインが作られた。この林園は多くの木で覆われ、池垣で囲まれている。修道559号線沿いの何もない高台にポツンとある、その立地から、エーレンハインはこの付近の風景を決定づけるものとなっている。この記念の地には、後に第二次世界大戦での戦没者を記念する二つの記念碑が建てられた。2007年7月2日から、 ユンデで撮影されたマナー・レインでハイムがこぶる位置で毎週放送された。また、2007年にバイオガス施設を扱った30分のドキュメンタリー番組ウェン・ミスト・ズ・ストローム・ビトエインド・オフ・ヘイスト・アインが制作された。ありがとうございます。